オルテリウス・アブラハム・オルテリウスは、フランドル人の地図制作者、地理学者。近代的地図制作の創始者として知られている。オルテリウスは、ゲンベルギーのアントウェルペンに生まれた。アウクスブルクの有力者である、オルテリウスファミリーの一員で、ヨーロッパの広範囲を旅行した。特に、17カ国を、くまなく旅行したことで知られ、南及び西ドイツ、フランス、 イングランド及びアイルランド、イタリアを訪れている。1547年に地図のスリーシとしてアントウェルペンの伏せたアバンカー,アートンのストリート、ルークのギルドに入った。彼の初期の経歴はビジネスマンであり、1560年以前の多くの旅行は商業目的のものであった。例えばフランクフルトへの本と印刷の見本市への毎年の訪問である。 オルテリウスの世界地図。1570年オルテリウスが描いた日本地図しかしながら、1560年に後にメルカトル図法で有名となるメラルドス・メルカトルとのトリア・ロレーヌ・ポワチエへの旅行の際には、メルカトルの影響によって科学的な地理学者としての経歴が始まった。オルテリウスは友人の助言によって後に有名になった地図の編集に専念した。 1564年には、マッペモンデという8枚組の世界地図を完成した。これは後に、テイトルーム・オルビス・タラルームの中に縮小された形で、現れている。この大きな地図の唯一現存するコピーは、バーゼル大学の図書館にある。1565年には、エジプトの2枚の地図を出版した。さらに1568年に、オランダの海岸のブリテンバーグ城の計画図。 1567年にアジアの8枚組の地図、6枚組のスペインの地図を出版した。1570年5月20日に世界初の近代的地図であるテイトルーム・オルビス・タラルームがアントウェルペンのジル・コッポンズ・デディーストによって出版された。53枚組で地図70図であった。6年後に地理学の方向を出版、消えた超大陸の物語をしている。 この地図はオランダ語、フランス語、ドイツ語の3つの版が1572年までに出版された。また、いくつかの版はさらに1612年まで続けて出版されていた。1595年の版には日本地図が追加され、この地図がヨーロッパにおける最初の日本地図であるとされている。ほとんどの地図は明らかに再編集されている。また、描写または、 命名法の多くに不一致が生じている。単純な誤りはもちろん一般的な概念から詳細な部分に至るまで多くの部分である。例えば、最初の版では、南アメリカは外形が非常に不完全で1587年のフランス語の版で修正されている。また、スコットランドの図では、グランピアンズはホースとクライドの間に位置している。また、あまたのその後、 架空の島と判明する島々が記載されている。ブラジル島、セントブレンダン島、ナナトシ島、グリーンアイランド、悪魔島、ブレンダーレン、ドロギオ、エンペラダーダ、エストチランド、クロックランド、フリスランドなど。しかし、全体としては、このテキストを備えた地図は、類まれなる、博物学及び、産業の普及の業績である。これらの地図の土台と試作品は、 オルテリウスのエージェントとパトロンであるジル・フーフトマン、ロード・オブ・クレデイル、エル・チェラーの富と企業活動によって集められた38枚のヨーロッパ、アジア、アフリカ、タタール、エジプトの地図であった。これらの地図はほとんどはローマで印刷されたもので、8枚か9枚のみベルギーで印刷されたものである。 1573年には、アダターメントムティートライオルビス・タラルームというタイトルで17枚の補足の地図を出版した。さらに4つのアダターメントムが続いて出版され最後のものは1597年に出版された。オルテリウスはコイン、メダル、アンティークに興味を持っており、素晴らしいコレクションを築いた。これらは1573年に書籍、 レイオラム・ディランクウェイ・キャピタ・エクスムセをオーテリリーとして出版された。1575年には、アリアズ・モンタノスの推薦により、スペイン王お抱えの地理学者となった。オリテリウスの功績が認められたのは、1994年に、イギリスの科学誌、ネイチャーに、アメリカの科学誌やジェームズ・ロムの論文が、掲載されてからである。世界地図、世界の舞台図失われた。 大陸、地図上に、知られざる北の国下に、未知の南の土地、南北の大西洋に、巨構の島を描いている。地理学の方向で、失われた世界アトランティスについて、推測をめぐらしている。大西洋を挟んだ、アメリカ大陸とヨーロッパアフリカ大陸の両岸は、型が似ており、それは、天辺地辺で、横方向に引き離された結果だと推測している。ありがとうございます。